視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。毎週月曜は趣味は読書と言いたい、パクユーが作詞家としてのスキルアップを図るべく毎週一冊の本を読み、その本についてお話しするという企画です。早速今週の一冊でご紹介したいと思います。今週読んだ本はこちらです。じゃん、100年泥、石井優香。こちらは帯にデカデカと書いてありますように第158回芥川賞を受賞した作品です。直近の芥川賞受賞作になるんですけれども、この第158回というのは芥川賞受賞作2つありまして、そのうちの1つ、こちら、オラオラで一人イグモ、この作品も読んでレビューしてますので、ぜひそちらの動画もご覧ください。著者の石井優香さんは1963年大阪府枚方市生まれで、現在はインド、チェンナイ市に在住して日本語教師をやっていると、そんなところから大阪生まれインド発けったいな高等無形魔術的でリアルな新文学、なんていうキャッチコピーがついております。早速中身について、ネタバレしない程度にお話ししていきたいと思うんですけれども、まず芥川賞っていうのはどういった賞か、皆さんもご存知かと思うんですけれども、対象が純文学作品ということで、ちょっと小難しい話が多いんですね。僕第158回直木賞の候補作を全部読んでみた、そして全部読んで、直木賞を予想するみたいな企画もやってたんですけれども、直木賞にノミネートされる作品に比べるとかなり、難しいし、簡単に言ってしまうと文学的で、わけわかんない作品が多いと、いうところで、こちらのオラオラで一人イグモ、こっちは話はね、わけわかんないことなかったんですよ。なんですけど、この100年泥っていうのは、まさにこれが純文学かと、うなってしまうようなわけわからなさっていうのがありました。一体どこに話が転がっていっちゃうの、そしてゴールはどこにたどり着くのみたいな、そういうことを、思いながら、ちょっと頭ね混乱しながら読み進めていったという感じです。物語と言いますか、どういった話かというと、チェンナイで日本語を、現地の人に教えている主人公がいまして、多分著者の石井優香さん本人、の経験体験をもとに、書かれているんだと思うんですけれども、そこで100年に一度の大洪水に見舞われると。で、洪水でなんか100年前の泥が橋の上に上がってきて、その泥からいろんなものが見つかって、それについてなんか思いふけっていろんなことを考える、自分の記憶の奥深くにこう潜りに行ったりとか、あとはその人と人との出会いだったり、何人かの、印象的な、キャラクター、インド人の、登場人物の過去を掘り下げていったりだとか、そういった形で進んでいくんですけれども、インドの、文化だったりしきたりみたいなことについても結構細かく書かれていて、あ、へえ、インドってそういう文化なんだ、インド人の人たちってそういった考え方をしてるんだみたいなところ、たくさんあったんですけれども、そういったなんか本当っぽい話の中にファンタジー的な話もちょくちょく混ざってくるので、本当にインド人ってそういうことなのみたいな、どっからどこまでが本当でどっからどこまで作り話なのみたいな、境目がわからない、もしかしたら、誤ったイメージを持ってしまうんじゃないか、この本を読んでインド人の人たちに対して、そんなことも思ったりしました。一番びっくりしたのは、読み進めていって、これちょっとだけネタバレ要素になってしまうんですけれども、インド人は、翼を使って会社に出社すると、そういった部分があるんですね。これさすがに嘘でしょと。で、そのインド人が翼を使って、出社している様子っていうのが
YouTube に動画として上がっていて、それを見て、日本の若者たちは、今のインド人ってこんな風に会社行ってるらしいよみたいな話題にしてるみたいな、そういうくだりがあるんですけども、これさすがに嘘ですよね。まあファンタジー、作り話の、部分だと思うんですけど、そういったものと、インド人に日本語を教える上での、難しさとか大変さみたいな、その多分リアルなものがこう混ざって混ぜこぜになっているので、なんとも不思議な、世界観、不思議な感覚になってくると、いう感じで、まあ、一体、この本、このまあ物語から何を得ればいいのかとかって言われるとよくわかんないんですけど、でもなんかちょっと何が起きるかわからない、面白さっていうのはありましたし、僕は感じたのは日本語を文法を解説しながら、現地の人インド人に教えていくっていう、まあ下りっていうのがちょこちょこ出てくるんですけど、日本語っていざ教えようってなるとこんなに難しそうに見えるんだ、難しいんだみたいなところは、ちょっとびっくりしましたね。まあ僕たちは普段何気なく使い分けているいろんな文法であったり、まあ尊敬語、謙譲語とか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、そういった言い方も、まあ教師として、他国の人に教えるためにはこんなにややこしい説明でこんなに難しく、言う必要があるんだみたいなところはちょっとびっくりしました。この作品ページ数的には125ページで完結しているので、まあ割と気軽に読める一冊だと思うんですけれども、多分普通の物語的な作品よりも、一行一行をしっかり自分の中で噛み砕きながら進んでいかないとわけわかんなくなっちゃうので、ちょっと時間はかかるかなっていうふうに思いました。僕もちょっと時間かかりました。でもまあやっぱり芥川賞を取った作品、いろんなこう有識者に評価されている作品ということで、何かこの作品を読んで、自分の中にこう喚起されるものがあったりっていう、そういう可能性も、大いにあるかなというふうに思いますので、インド人は翼で出社するらしいと、まあこのちょっと面白いくだり気になった人はぜひ読んでみるといいんじゃないかなというふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。